You like them, nice. Now I'm supposed to get 10 from Auntie Faye. I won't be getting rid of all the girl emotes. I think the high and the cry, the very very first ones will somehow, some way still be here. Even if it's just in follower emotes. Because I think they are pretty popular. You don't like them, really? ここだけの話なんですけど、俺自分で打った球とかをお客さんから譲ってもらって保存するようなやつ好きじゃないんすよ。なんかちっちゃいって思いません？ほら、あなたは俺のファン1号。そのボールが高い値で売れるよう、俺もこれから頑張りますから。一応これも証拠品に回しとけ。What's wrong with being a guy with female emotes? What? Shinada Tatsuo san desu ne. Chi to okagai shitai koto ga arimasu node, kochira e. Yeah, but the intention is to eventually like have two sets of emotes. Cause I don't really settle with one game only. So I don't think it'd be cool with just Yakuza or just周庭。やってないもんはやってないんですって。というか、いい加減返してもらえませんか。明日から広島との A クラスをかけた試合もあるんで。Wait, does Sebo want to be a mod? まだそんなこと言っとれるんかな。ひなだ。知っとる男なんだな。Representation of the streamer, yeah, but the only issue is Majima doesn't represent me either. この写真の男がギガンツのキャッチャーのサインを盗むようあんたに頼まれたと証言したそうだ。写ってる男は確かに後輩だよ。でも金を渡してるのは俺じゃねえ。つか、こんなのバカげてる。だいたいこの写真に写ってるのだって俺だって証拠はないじゃんか。こんないたずらを真に受けてる警察も警察だ。何やってんだよ。もうたくさんだ。こんなとこ監禁されてたら体がなまっちまう。帰らせてくれ。おめえ、名古屋ワイバーンズの勝利に200万かけとったらしいだね。え？この写真の男がな、おめえが野球賭博に関与しとったのも証言しとるんだ。I mean Sebo. You can type anything in chat. 野球賭博で儲けたくて金払ってサイン盗ませとったんだろう。そんなわけないでしょう。だいたい球種が分かってたからって簡単にホームランなんて打てねえ。少し考えれば分かることだろう。そう興奮するな、しなた。お宮の場合もはや社会的制裁を受け取るで、素直に認めれば偽装猶予ということも。 You can actually check the viewer list. She's a mod now. 社会的制裁、俺が何の話だ。聞いとるせんのか。おめえは、yeah, for April's Fool only. 永久追放処分を受けたんだわ。永久追放。みーちゃん、どう？紹介した仕事は、ちゃんとお風呂で稼げばさ。But suppose that is a flashback back then. Move your body and bank account be squeaky clean. そんなの当たり前だろうが。借金まみれの女が泣き言言ってんじゃねえよ。大体そんなこと言ってっからお前な。あ、終わり。こっちの話だよ。いいから文句言わないで働けよ。じゃあ。どうした？今日仕事ってわけでもねえのに、パソコンなんか使って何見てんだ？この15年間の沢田の投球データだよ。データ？
なんだこれ。プロのスコアラーが作ったみたいなやつじゃないか。ま、そこらのスコアラーのデータよりはマシだと思うけどね。どうしたんだこれ。Y バンドのやつからもらったのか。いや。まさかお前、ずっと自分で配給データ作ってたわけじゃねえよな。やめられないんだよね。あれだけ野球を忘れたいって思ってんのにさ。お前これ沢田のやつだけじゃねえじゃねえか。12球団全一軍投手のデータだよ。コース、球種、スピード、逆球かどうか全部入ってる。なんでこんなもん。高杉さん、前に球種が分かっていてもホームランなんて打てないって話したじゃない。実はあれ半分本当で半分嘘なんだ。ん？プロの世界じゃ来た球を打ち返すってだけじゃ一流のバッターにはなれない。相手の配球を8割方分かった上でその球を打ち返す。そのうちどのくらいの確率で前に打球を飛ばせるかが一流と二流を分ける差となる。じゃあお前はあのホームラン狙って打ったっていうのか。Ah, Step, I think your sister left the stream. 俺は知ってた。6球連続カーブの後、ツーナッシングから沢田がストレートを投げてくるってね。で、今さらこのもん見て何しようってんだ。配球データの奥に名古屋組の正体が見えるとでも。Well, it'd still be fun. Yeah. If she returns. 真鍋さんや坂井さんの言ってたことが本当かどうか確かめてたんだ。なんでそれ。真鍋さんは俺が球界を追放されたあの事件の後から八百長が亡くなったと言っていた。確かにデータを見る限り、ワイ・バーンズは15年前のあの試合を境に、素人目にはわからないレベルだが、おかしな配球やおかしなベンチワークがきれいさっぱりなくなってる。そんなのデータだけでわかるのか。野球ってのは驚くくらい定石の塊のスポーツだからね。So it's chaps the. なるほどな。2ミリ version of that ball. Or the longer version. Y バーンズはチーム編成も一変している。それまでの地元出身の選手を優先的に取る方針から外国人選手の獲得、トレードを積極的に行ってる。それじゃ酒井ってやつが言ってた話と逆じゃねえか。確かあいつは。お前のことを名古屋を守るための犠牲者だと言ってたが、あれって名古屋出身の選手を守るって意味じゃなかったってのか。そうなんだよ。酒井さんの言っていた名古屋ってのはチームのことを言っていたわけじゃない。もっと大きな、例えばそう、この町全体に関わるような話なのかもしれない。町？金融庁か。俺も高杉さんもこの町の裏側を知っているようでいて、その実情は知らない。もしかしたら名古屋組を探るにはこれ以上球団関係者ばかり追いかけていても意味がないのかもしれないな。15年前あの事件がきっかけでこの町に何か変化起きたのか、それを探る必要があるってことか。ああ、誰かその辺の事情に明るい人間はいないのか。それならもってこいの人がいるよ。この町の顔役的な人がね。顔役。Yeah, Hock Chan. 商店街会長をしてるダイニングバー牛島の店長。It's just an April Fool's joke. 俺がこの辺に流れ着いた時からよくしてくれてる人でね。牛島さんならこの界隈の裏事情にも精通してる。さてと、じゃあ牛島さんの店に行ってみますか。マシな情報がつかめりゃいいがな。You don't really need to tell me which street is on. You just have to show me the marker once I'm on the ground floor.
Because chances are, you know, with the amount of time I spend on just this part, I wouldn't need to actually remember, like, the names of the streets. Ripperinos. Oh, so there's this, is this a victory road guy? I didn't even notice. おう、何こんな時間に付け代払いに来たのか。いや、今日は聞きたいことがあって来たんです。付け代払うまで出入り禁止って言っただろう。付け代は俺が払おう。ああ、あんたか。品田に金貸しとるあんまり評判のようない氷菓子さんっていうのは。どういう風に聞いてるか知らないが、これでも結構客からは慕われてるけどね。ま、俺としては払ってくれるんだったら誰でもお客様だ。あ？なんだお前、こんなにつけで食ってたのかよ。もしかしてこれ。当然元金に足しておくからな。で、聞きたいことって何？名古屋界隈のことについてなんだけど。おお、珍しいな。あんたがそんなこと聞いてくるなんて。ちょっと仕事で風俗以外の記事を書かなくちゃならなくなってね。それで聞いてんだ。この辺りってのは15年前と比べて何か変化したこととかあるのか？ What do you miss? 例えば、あの名古屋ができたのもその頃だって聞いてる。なんだ？あんたら名古屋。Something good, obviously, if it lasted 5 minutes. So Seb's sister subbed, and I made her a mod because Seb said no. どういうこと？15年前、それまでの金融庁はひでえもんだった。本日町通りを境目に東上会近江連合が島争いしとってな。裏じゃそのとばちりを受けて揉め事や抗争が後を絶たず、治安も相当悪かった。今はこんな平和なのに。当時野球賭博の利権を握っとったのが東上会と近江連合でよ。まあ賭博の利権に限らず、東と西の勢力図のちょうど真ん中にあたるこの辺で勢力がぶつかり合う形になっとったんだ。ほんでもある事件がきっかけとなって二つの組は名古屋から出てった。Yeah, basically. 15年前のワイバーンズ野球賭博の一件だ。覚えてらんか？ああ、あれか。ま、
俺はろくにスポーツも見せんから、事件の内容はよう知らんけど、その事件で野球賭博への警察の監視が強まり、それぞれの胴元をやっとった東条会と近江連合が名古屋から撤退することになった。東条会と近江連合と入れ替わりでこの辺を取り仕切るようになったのはその名古屋組だわ。この辺が名古屋組の島になってから15年、極道には変わらんだろうが、それ以来。Yeah, I think that's the issue for most of us. Like sometimes when Seb is streaming, I'll be popping in and out of his chat because you know meetings and shit. 名古屋のための犠牲。点と点が結ばれてきたな。あんた、名古屋組のボスって男に心当たりはないのか。あんたら何のためにそんなことを調べとるか知らんけど、いい加減にしとけ。ボスが誰かなんて知らん。誰だろうと興味ねえわ。この町の裏側を名古屋組が守ってくれてる。この町で商売する人間にとったらそれだけで十分なんだわ。鳥山さんが誰に？わからんけど、男の一人はほっぺたに傷があった。今後追って名古屋港の62番倉庫近くまで来とるんだけど。ミルクちゃん。高杉さん、俺ちょっと行ってくる。I think he's pretty happy like internally, but I think there was a period of time where I wasn't really sure whether he was really unhappy or what. It was the period where I think you just appeared, and then he said I think before that he was saying I was xenophobic because I was criticizing Americans for calling soccer for calling football soccer. It's funny sometimes. Yeah, but like what I said, I think he's quite happy because the fourth child is on the way. America, fuck yeah! He had to save the motherfucking day, y'all. Yeah. They're gonna save the bald guy who's probably like, oh no, I'm in trouble because I don't have enough money to visit a young mama-san. Oh yeah, guys, by the way, would you guys ever consider buying headphones? If it's people have actually used it for a year, so the year of usage is I think it means the person has owned it for 1 year but has used it selectively, but they have always kept it clean, like, you know, after usage they usually wipe it down, etc. Would you all still buy it, like, even like if it's at 50% discount? His exclamation mark nuts in. Oh, she fell. 俺が救急車呼ぶ。シナさん、お前は仲間のところへ行け。高杉さん。あとで俺も行くから。それまで死ぬんじゃねえぞ。はい。Yeah, so 50% discount for one.For a headphone that has already been used for a year.
It's labeled as, you know, brand like new. That kind of makes sense. Easy. Well, mine actually, I have one that is from Audio Technica, and I actually stopped using it for some time. And when I decided to go back to using it, I discovered that, you know, the leather has already started like ripping off. Where am I supposed to go? Fuck. Warehouse 62 at part of Nagoya. Yeah, but I would definitely have issues like worrying if it's actually really, really hygienic. Like like when I get it, it'll be probably like, you know, alcohol swipes and stuff to try and make sure that everything is actually clean before I actually wear and use it. That also brings about the question, how am I going to test it if I'm not gonna like put it on me and, you know, burn it first? That sounds like a good idea. ミルクちゃん、大丈夫か？Wow, I hear you so clearly. ミルクちゃん、彼は弟さんはどこに連れて行かれたの？タッちゃん。She betrayed him. When she said, I'm sorry, I knew it. さん、指令だ。品田を始末しろ。忠告に耳を貸さんかったあんたが悪いんだわ。牛島さん、危険な目に遭っとるぐらいの時に手を引いとってくれればこんなこと死んで済んだのに。名古屋組の実態探っとったんだろう。これが答えだわ。信じねえ。俺は信じねえからな。言い残したいことはあるか。15年付き合った仲だ。いいごんぐりゃ聞いてるわ。あんたら全員善人のくせに無理して悪ぶったふりしてんじゃねえよ。俺は勉強もできねえバカだけど、人の心を読むことはできる。あんたら全員俺に心から接してくれてたじゃねえかよ。あんたらがあんなことするなんて俺は信じねえ。町で俺が危ない目に遭ったのも、酒井さんの事故も全部あんたらの仕業だってのか。お前ら全員名古屋組の人間だってのか。ほうだ。名古屋組っていうのは我々一般市民で組織された組なんだわ。
筋門と同じにされるのは心外だが、まあそういうことだ。牛島さん、あんた殺そうと思えばいつだって俺をやれたはずだ。でもそうしなかった。どうしてだよ。誰かに命令されたんだろ。あんたら仕方なく誰かの言いなりになってるだけなんだろ。誰なんだよそいつは。ミルク、はよやってまえ。何言っとるの。こういうのは男の仕事でしょう。俺は牛島さん。ええわ、俺がやる。何もたもたしとるんだ。早始末しんか。久保田さん。金屋の町守るのに。おーのー。うちはいるんだ。え、ね、マジマ。Oh no, he's dead. 生命保険もかけてねえ人間、勝手に殺すんじゃねえよ。Hello. おい、シャダ、見るぞ。Yeah, that's a fire extinguisher. Am I supposed to fight this thing now? Or am I supposed to- Oh, it's the chase scene! Oh my god! Ah!
W。 こっちだ、こっちだ、こっちだ、早く。I think if they have to turn, actually, it will be quite hard, but... Yeah, another fight. What the heck is that?Do I have to chase him? Or I have to chase after him, damn it. It's probably some, for some quick time action, right?Bye bye, dudes.Ouch! There's someone using a gun? Fuck you! Hey bro, it's not fair, bro! Oh my god. Fuck off, dude. Easy. Where's... Oh. Continue on? That all? Let's upgrade abilities. Essence of Unbarring. Okay, let's go.What help? What help do you need?Oh, he's over there fighting someone. Heck.
Ouch! Hey, wait, there's something for me to pick up there. Screw you. Oh. Oh, you're down? Nice. I don't think this is a boss battle, to be honest. That may be why the music is pretty chill. But this reminds me of the... Oh, I pressed it! Fuck! Gonna run away again. Oh shit, I forgot to take out my weapon. No, I need to heal up. Ouch. The same hit animation. Alright, done. I think I'm done, right? Yeah. Why is that? Why is that guy still hiding behind? Finally, I can fight him again. Ouch, bitch.
Ouch. Stand up. Do the hit action on him. Yes. Fuck off, dude. He's gonna run away again. Coward. Pick up the gun, I'll fucking kill you. This has got to be the most useless side character ever. Is there someone behind? It's him again. This is the same place where it looks like the same place where Kiryu fought Shimano and killed Shimano that time. Tokyo Harbor, yeah, but it's a different harbor for this game, I think. As in, what I meant is the rendering looks the same. But then again, it's been some time since I played that game, so... It's finally down. Uno-san. Ah. Don't you guys see me at the top of the top? You got that. Masaka Nagoya Gumi Tinoga. I pandin the Kose Sareta Kumi Tata Tona. 俺たちはずっと監視されていたのか。道理で正体がわからないわけだ。だがあとはボスを突き止めりゃ俺たちの勝ちだ。おい、どこ行く？この町を出ていく。出ていくってどこへ？どこか知らない町だよ。今度こそ誰も俺のことを知らない町に行くよ。My April paycheck, I think would have. Would it be my April paycheck or my May paycheck? Would actually have extra 1.4k because of the amount I spend on taxi to the hospital for the past month. People. 借金ですか。それならどうぞ指を潰しちゃってくださいよ。またバットを握れる日が来るかもなんて淡い期待を持ってたけど、俺は最初から野球選手なんかじゃなかったんだ。ただ利用されただけのバカな駒なんだよ。利用されようがたった一度だけの打席だろうが、お前はプロ野球選手。Oh, congrats, girls get jo- girls get Jolin. Girls get Jolin. 希望を持てた客だっているんだ。バカ野郎が。
時の観客。1年前、お前が金を借りに来た時、借用書の名前見て驚いたぜ。まさかこんなとこで再会するなんてよ。ずっと俺の正体知ってたってことですか。ああそうだ、こんなに落ちぶりやがって。まあ容赦なく取り立てができる分気持ちは楽だったけどな。じゃあ、あのホームランボールをマスクの男に渡したのって俺だ。あの、そう、 he's an ex-fan of him。 Damn。 なんだか知らねえが、お前に高い金で頼みたいことがあるって聞いてな。お前にその依頼を引き受けさせるために一役買ったってわけだ。だがまさかこんな結末が待ってるとはな。夢にも思わなかったぜ。ああ、嫌だ嫌だ。じゃあ何を、結局みんな俺のこと知ってたってことですか。ちゃんと返せよ。借金とあのボール、結構大切にしてたんだ。真鍋さん。はい、久保田はしくじりました。代わって私が確実に始末します。おー、ノー。終わりましたら報告します。真鍋さん、あんたもなのか。お前が敵だったらどうして俺たちに尻尾をつかまされるの。 I have a feeling I have to cheese this one as well。 俺は八百長は確かにあったと言っただけだ。それ以上探るなときつく忠告したはずだぞ。そんなんで俺が止まるとは思ってなかったでしょうに。まあ、俺はほうだが。だが俺らは腐っても野球選手。勝負の席合に引き分けはあれせん。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃようだ。なるほど。さすが俺が憧れたバッターは言うことが違いますね。そろそろゲームセットにしようまいか、品田。Oh! Thank you! Ouch! Oh no, I forgot to take out my... Yeah. Ouch! Wow! His reach is insane, man. Ouch! I was intending to go in for the hit action, but I failed. Ah, wow, wow, wow. Okay, I'm sushi. Let me heal up. Ah!What? Oh my god, I need to remember the pattern of his. Oh my god, I can't keep using that.
Nice. Oh my god, he has heat as well. Fucking hell. Let me hold on. Fuck you! Oh, I won! Such language, yeah. Taka, wakariyasui hito da. Makeru tame ni wazato yatte kuru nante ne. Dou iu koto da? Wasurechattan suka?真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ。前も話したように一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う。真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来た。No more kinetic step emote。そうですよね。Damn。うるせえ。Was it the one with?Well, there is this emote, right? もそうだった。マナブさん、あんた本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。Actually, I wanted it to be more aggressive, the emote, but since it's done already, so be it. 事件を仕掛けたのはあなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は。This was done in the style of Kensei's emote, where the ninja had, I think, the two swords up. I'm guessing it's the coach. I think it's Fujita, I think.Yeah.